はい、こんにちは。スプレアというノベルちゃんです。今日はね、ここまで来てカンボジア の, あのアンコールワットバージョンお寺までに来て、特別な時間だから傭兵はもう一回プロポーズしてほしい。私ね、うまくできるまでに、まあ、ちょっと何回も何回も違うって言うから、ちょっと傭兵はうまくできるのかってビデオ撮りたいと思います。傭兵な、嫌だなはいよ、助かったから、愛してます、結婚してください。え、それは強制みたいよ強制じゃん違う。え、あ、ベロのこと愛してる、結婚して。まあ、ちょっとまあまあ、オッケー、もう一回、違う、どうするの、プロポーズ、気持ちが本当に一番いいプロポーズして。分かった、行くよ。大好き、ベロちゃんのこともう大好き、話したくない。ベロちゃんは一生ね、毎朝ね、俺の味噌汁とご飯を炊いてねね、作るんだよね。作らねえダメだ、この女難しいぞもう本当にベロが幸せでな、うん、幸せであれば俺はもうそれで満足だ。そう、来た、あとちょっと本当にベロの幸せが、うん、本当に俺の幸せで、うん、ね、ベロが笑っていられるんだったら僕は何でもする。なんて言えばいいの、もう言葉にできないぐらいベロちゃんのことを愛してます。結婚してください。指輪は指輪しょうがないな、しょうがないね。結婚してくれる、いたします。やっべ、今度なんかあったらベロにやらせよう、それ何よ、次の場所ではベロちゃんが俺にプロポーズ、うん、あーすごい本気だから、俺がもう心に響かなかったら、うん、もうバイバイっていうか、ベロちゃんの目、口、鼻、もう全部、鼻が折れてても、もう全部含めてベロちゃんの子大好き、うん、それがどういう風にどんどん変わっていっても一生愛し続けます。あー結婚しますよ。何何それなんだよ、なんだよ。ということでね、メキシコ人の彼女がいたらそういうふうに適当にいいこと言っておけばね。適当違う、ごめん、間違えた。もうリコン、本当にメキシコ人の人ってこういうふうに言われるの超大好きよね今みたい。あ、日本人に言わない、言わねえよ、言わない。はい、ということで、はい、カンボジアの中心で愛を叫ぶでした超きつい、これ、こんなの毎回やってたら再生回数が伸びたらやるよ、うん、伸びなかったらもうやんないよ、お願いしますということで、チャンネル登録、高評価お願いしますはい、オッケー、よろしくお願いします。やだやだ、行こう、はいよ、レッツゴー世界の中心で愛を叫ぶ。